取りながらご説明していきます。もうちょっと上かな。はい。で、今日は、ダウンアップ、まあ、双方って名前がついたりするんですけども、ダウンストロークとアップストロークをお話ししていこうと思います。もしかしたら以前やったかもしれないんですけど、もしやってたら、まあ、復習がてら聞いてみてください。はい。で、ポイントです。まあ、今回やるのは1回手を動かすと2回音が叩けちゃうっていう技になります。まず普通に叩くと腕は1回です。まあ、イメージはこうですね。1回ごと。こう1回ってすると音が1、2ってなります。1、2って感じです。もちろん手首で先は2回叩いてます。なんで腕の動きは音じゃない。腕の動きは1回っていう。そうすると普通にこう頑張って叩く人よりは楽なんですね。なぜかというと腕を1回叩く、1回で2回、1回で2回、ちょっと分かりづらいですけど、こう普通に叩くよりは半分のスピードで同じスピードが出せるっていう、ものになってます。では、やり方をちょっとお話します。で、このダウンアップ奏法ですね、アップダウン奏法っていう方もいらっしゃるんですけども、ダウンストロークとアップストローク、この2つの、叩き方を、連続してやるんで、まあ、ダウンアップって呼んでるんですが、まずダウンストロークですね、1、2の動きでやっていこうと思います。そうか、まずダウンストロークですね。わかりやすく、まあ、正確ではないんですけど、わかりやすく説明すると、初め、今叩く音は強く叩いて、次は弱く叩きたいので、高い位置、スティックは高い位置でスタートして、叩いたは低い位置に行きます。わかりやすいのは上から下、叩いたら下。そうです。これがダウンストロークです。で、アップストローク、低い位置からちょっと叩いて持ち上げる。なんで下から、上から下、下から上ってすると、2回叩くと腕は1回しか動かない。普通はこうですね。 こういくんですけど、こうなります。デメリットあります。デメリット、まあ、メリット、デメリット、表裏一体ではあるんですけども、2打目が弱くなっちゃいます。振り上げるんで1打目強いんですよ。2打目そんなに返ってこないんで、弱くなっちゃいます。本当にダウンストローク、アップストロークだと、まあ、低い位置に行っちゃうんで、強い弱いっていう音を出すんですが、今回やりたいのはそのダウンアップ奏法でスピードを速く叩きたいんですね。なので、1回叩いたら結構後ろに戻しちゃっていいです。ちょっとこうルーズにします。低い位置なんですけど、まあ、中くらいぐらい行っちゃうも大丈夫ですね。そこから1回叩くっていう、1、2、1、2っていうダウンアップ、ダウンアップってこうしていきます。そうすると、まあ、そうですね、1回の受ける、2回叩けるのと、あとは強い弱いってどうしても出ちゃいます。どうやっても強い弱い、強い弱いってこう出るので、これが逆にドライブ感よく出るんですけども、勢いがつくリズムにこう変わってきます。こういう動きですね。こういう音ってですかね。同じスピードなんですけども、普通にこう叩くよりもこう叩いた方が、なんか、まあ、ノリがいいっていうんですかね。ちょっと感覚的なところであれですけども、そうですね、感覚的な話ではあるんですけど、まあ、ノリが良くなるっていうのがメリットです。ただ、デメリットはどうやってもノリが良くなっちゃいます。おとなしくしたいなって場合は普通に叩きます。これはちょっと臨機応変な対応が必要になるって感じですね。で、そうですね、まあ、それでまとめると、まず高い位置から低い位置、低い位置から高い位置っていう繰り返しです。で、本当にダウンアップをするときは、まあ、なるべく1打目を叩いた後、低い位置で取っておくと、キープしておくと、強い弱いの強弱を出しやすいんですけども、今回はスピードを上げるために、ここはルーズにして、まあ、上から叩くと、ここから叩く。まあ、あくまで手の動きは1回で2回叩く。こんな風にしていきます。解説は以上です。